青下第一ダムは、宮城県仙台市青葉区、名取川、水系青下川に建設されたダムである。仙台市水道の創設事業に引き続いて行われた第一次拡張事業により、1931年から1934年にかけて青下川に3つの水道専用ダムの建設工事が行われた。下流側から順に、青下第一ダム、青下第二ダム、 青下第3ダムとなっており、青下第1ダムは最下流側に位置している。いずれも越流式の重力式、コンクリートダムであり、現在も稼働している。越流面に玉石を張り込んだ玉石コンクリート作り、玉石点である点が特徴である。また、青下第3ダムの上流には、青下漁水石があり、ダムへの流入量を計測している。 青下第一ダムの上流側左岸よりには、青下第一ダム取水塔がある。これは、独立登場の鉄筋コンクリート作り取水塔で、上中下三段の取水管位より取水して、主ダム下流側左岸の両水池に導水している。取水塔の頭頂部は、青下第一ダム堤体上部に付設される、管理橋に連絡している。この周辺は、青下水源地と呼ばれ、 仙台市水道局の水道記念館、青下ダム旧管理事務所、青下ダム記念碑などがあり、散策路や、ハイキングコースが整備されている。青下第一ダム、青下第二ダム、青下第三ダム、青下両水石、青下第一ダム主水道、青下ダム旧管理事務所、青下水道入り口、青下ダム記念碑は、国の登録有形文化財に登録されている。また、 青下第一ダム、青下第二ダム、青下第三ダム、青下ダム級管理事務所は土木学会の日本の近代土木遺産、現存する重要な土木構造物2000選に選ばれている。青下水源地は1985年に近代水道100選に選ばれている。仙台市の近代水道は1893年に イギリス人技術者のウィリアム・ K ・バルトンが仙台を訪れ、広瀬川の上流で水源地の測量と調査を行ったことに始まる。1898年には、日本の近代水道の父と呼ばれる中島栄治が上下水道の設計を行った。第一次世界大戦の海戦による鉄管の高騰などに伴う物資の不足のため、上下水道工事には予定より、 多くの都市を要したが、1923年に仙台水道は、給水を開始した。給水を開始した当初は、市の人口約11万8000人に対し、給水人口2万6000人と、約21%の普及率であったため、水量には十分の余裕があった。しかし給水が開始されて、数年、周辺の町などが、 仙台市に編入され地域が拡大し人口が増加したことに伴い水道の普及率も上昇し水需要が増え続けたために水不足が起きるようになった。また仙台市のような寒冷地では夏の需要期に限らず冬季も凍結防止のための放水により給水量が増加することがしばしばありこのことも水不足の要因となった。当時の市議会では 水源の拡張が検討され、1928年7月、広瀬川の支流は押川に貯水池3地を建設することが決定し、水源の調査測量が開始された。1931年6月、臨時拡張下を設置し、拡張工事の準備が始まった。工事は4工区に分けられ、それぞれに、労務者を配置しその工区の工事に当たらせることになった。 大沢村アザダイソーに宿泊所を作り、そこに、労務者を収容して、工事に従事させた。1931年10月7日、第一貯水池園庭の基礎の掘削工事に着手した。1931年11月14日、広瀬村熊が、根の貯水池現場で、工事着手の自鎮祭を行った。1931年末までは、用地の取得などで終わり、 工事はほとんどを進められなかったが、翌年から工事が一斉に進められた。1932年2月1日、第二貯水池は基礎の掘削に着手した。1932年3月には、巡回道路用の水道、第三貯水池の掘削工事に入った。5月には、第一貯水池延帝築造工事。6月には、第二貯水池延帝工事にそれぞれ着手した。 7月には、青下貯水池から大倉川右岸に渡る水道を400件が貫通した。1932年末には、第1、第2、第3貯水池園定の基礎の掘削工事が大型完了し、工事は順調に進んでいた。1933年11月19日、工事は一通り終了し、通水式を挙行して、工事の完成を祝った。 その後記念碑が設立され、1934年3月末、翌年に繰り越された雑工事もすべて完了した。この事業は当初は失業者対策を目的として計画されたものではなかった。しかし、失業者救済事業として施行することによって、失業者の救済となるだけではなく、記載においても政府からの融資を受ける便利があった。このような点から、 内務省に強く陳情していたが、司会の議決を得て、失業者救済事業としての認可の申請をした。1931年5月12日に失業者救済事業の認可を得た。青下ダムは、名取川、水系青下川に建設されている。青下川は、仙台市を流れる一級河川である広瀬川に流れ、仙台市中心部を通過した後、名取川に合流し、 太平洋へと注ぐ。青下ダムの目的は、上水道供給であり、創設期の水道と合わせて、給水人口十八万人、一日平均給水量二万百六十メートル、一日最大給水量三万二百四十メートルを目標として建設された。青下第一ダム取水塔の一日最大取水量は一万千七百五十メートル、二千十八年度の一日、 平均取水量は8640メートルであり、仙台市水道の合計取水量の3.4%を占めている。青下ダムから取水された水は、大倉ダムと大倉側から取水された水とともに、中原浄水場を経由し、主に青バックに供給されている。青下水道は、青下第一ダム下流川左岸に設けられた量水地より、 中原浄水場へ向かう延長696メートル、幅6.0メートル、高さ3.9メートルの導水水道である。水道肛門は、高校両脇の柱型や高二部ののチコレーション、飾りなどで仕上げられた石像ポータルである。また高校アーチ上部には、壁流コンコンと書かれた変額が掲げられており、これには、青々とした水の流れが尽きることなく湧いているように、 という意味が込められている。青下両水石は、青下第3ダムの518メートル上流に位置する筒み港に、0メートル、筒美町長20.0メートル、四季幅3.4メートルの玉石コンクリート作り、玉石天の石である。右岸近くに、幅1.37メートル、深さ0.5メートルの切り欠き器を設けて、常時の流水量を計量している。 1999年6月7日に登録有形文化財となった青下涼水石。ありがとうございます。